はい、えっとですね LT 今から4名やるんですけれどもえっとですね IOCDC の LT はですね5分経ったらその場で間違えましたごめんなさい <laughs> 聞かなかったことにしてくださいペチパー会議の LT はですね5分経ったら、えー、強制終了いたしますあの旧運用ではですね5分経ったら僕がこうケーブルを抜きに 最近ではです、ね、5分強制終了システムっていうのができてです、ね、本当に止まりますのであの皆さんにはです、ね、5分でやっていただくとで今日は、ねえー、ルーティー,でルーティ l っという名前でやるんですけれども、えー、募集するときに初めて発表する方っていうので募集してます。 まあ、もうちょっと厳密に言うと、ペスパー会議で初めて、あの、発表する方なんですよね。で、事前に練習会をやってですね、あの、練習して、で、スタッフと一緒に、こ,こもうちょっとこうしたら良くなるんじゃないのかっていうのをやった上での、えー、発表です。なのでですね、まあ、お楽しみいただくと。ということで、ちょっと若干こうなプレッシャーをあの、<laughs> かけつつですね、じゃあやりましょうか。そろそろね。はいあ。じゃあ、店頭の方から準備をお願いします。 いはいじゃあご紹介しますねえー、っとですね最初の、えー、スピーカーはですね、えー、カンファレンスで初心者が全国暗業をはじめ登壇するまで黒さんお願いしますだ時間、ね <laughs> はい。カンファレンス初心者が全国案件をはじめ登壇するまでというタイトルでお届けします。黒です。よろしくお願いします。<laughs> えっと、ツイッターのアカウントはガットマンという名前でやっています。フリーランスのペチパーで仙台に住んでいます。で、趣味は格安航空券探しで、唯一持っている資格がですね、狩猟免許、罠。<laughs> これ、ね、進まねえな、困ったぞ。トラブりました。 よっ。はい、進みました。が。<laughs> さあ、時間は刻一刻過ぎておりますが。はい、狩猟メン罠持ってます。こちら、鉄砲撃てませんので、よろしくお願いします。で、えー、っとですね、初心者、私、初心者なんですけど、未だに初心者ですが、去年の1月から今日に至るまで、約1年間で9回参加した中で、えー、っと、自分のマインドに影響を与えた複数のカンファレンスについてご説明します。さて、初心者のイメージですが、やっぱソロで行くにはハードル高いんですよね。 何したらいいか分かんないし、で、難しそうだし、あと一緒に行ってくれる人がいないと。で、そんな中で、えー、1月、仙台初開催されましたペチコンに行ってきます。<laughs> なんといっても地元開催で、で、知り合いが参加してるんですよね。なので、ソロで、ソロなんですけど、ハードルが低いということで、行ってみました。で、初めてなので、あまり複雑な感想は抱かなかったんですけど、意外と気楽に参加できたなと。で、気づいたこととしては、結構重要ですが、トークってずっと聞いてなくてもいいんですよね。 で、難しそうだったら飛ばすとか、えっ、ー、と、スポンサーブース眺めて過ごすとか、あとはお腹が空いたら外におやつを食べに行くとかで会場が過ごすことができました。もしかしてカンファレンス楽しいんじゃないかなと思って、仮説には検証が必要ですので、確かめてみました。さあ、我らがペチパー会議2019、ようこそカンファレンス沼へということで発生した問題、まあ、いきなりですが、ちょっとチケットが高かったなと。そしてソロ参加で、ね、知り合いがいなかったので、まあ、困ったぞと。ある日、えっ、ー、と、ウェブサイトを見ていたんですけど、 はい、当日スタッフの募集をご紹介しましたと。まあ、なんせ、人生2回目のカンファレンスですからやったことないですよね。でも、実はこれでいいことがあって、チケットが無料になったりとか、あわよくば共通の仲間ができるんじゃないかなということで、ちょっとやってみました。で、感想としては、すごいたくさんあるんですけど、時間がちょっとね、押してますので、えっ、ー、と、割愛しますが、3日間を通してすごいやる知り合いがたくさん増えました。 で、やっぱ楽しかったぞと。そうなってみたら、もう次行ってみようと思いまして。で、次行ったのが6月の福岡。突然の、はい、遠征でした。で、も当然ここでも問題が発生しまして、私仙台の人間ですので、単純に遠いんですよ。はい。飛行機代高えな、と。で、ここで思い出してほしいんですけど、私、格安航空券探したしなんでおりますので、あっさりと3分の1のチケットが見つかりました。 はい、OK ということで、3回目のカンファレンスです。もう楽しいことが分かってますし、顔見知りもスタッフ一緒にやった方もいますので、ちょっと安すぎて飛ぶのか心配でしたけど、無事に参加できました。で、その結果さらに信援がどんどん増えていったぞと。 で、時は流れて今度は9月の北海道行ってきました。で、ここで大きな変化が現れます。君、どこにでもいるよね。<laughs> で、これで、私を認識して話しかけてくれる人が出てきたんですよね。で、ここまで来ると、もうどこ行っても絶対知り合いいるっていう確信があって、お疲れ様ですみたいな感じのテンションで入っていけるようになりました。残る問題。みんな抱えてるこれすっげー重要な問題ですけど、懇親会ぼっちやばいっすよね。で、これある人のサイトなんですけど、えっ、ー、と、まとめなんですが、 こう、いわゆる強い,い方もいる中で、誰でもッチになるわけですよ、と。我らが実行委員長、長谷川さんが言ってました。誰でもッチになるので、もうこの際開き直って、気楽に行きましょう、と。で、これをズバッと解決できる議員の弾丸なんてないんですよ、と。どうせみんなッチなんだから、仲良くやりましょう。さて、ここまで来てお気づきかと思うんですけど、こうやってバカバカ出ているとですね、登壇しないのっていう声が出てくるんですよ。さすがにちょっとどうなんだろう、ね、ということで、本日、コアスタッフまでやるようになってしまいました。 はい。で、誰にも初めてがあるので、まあね、いろいろ温かい目で見守っていただいて、で、お気づきかと思うんですけど、技術のこと1ビットも話してませんけど、まあそれでも受け入れてばくれる場合があると。そして、こうやって発信することによって、まあ誰かにはきっと何か届くんじゃないかなっていう気持ちを持ってやってみましょう。 で、登壇すると起きることなんですが、まあ今まで資料なんか作ったことないので、めっちゃ今まで聞いてきたトークを見直して、意外と新たな学びがあったりとかしました。あとはひたすらこれ面白いのかなっていう自問自答があったりします。で、さらにすっげえこれ重要なことなんですけど、カンファレンスさんカメラマンに写真撮ってもらえるんですよね。 これ皆さん、ツイッターのアイコンめっちゃかっこいい人たちは、こういうなんか気持ちを思って望んだ結果手に入れたんだな、みたいな。<laughs> そういうのをちょっと学んでいますで、ライトナウですね。という具合で本日 LT2 ってありました。まとめとしましては、はい。とにかく知り合いが超増えるので、カンフォニンスどんどん参加した方がいいです。あ、やばい。えっ、ー、と、おなんか頑張ろうぜ。<laughs> はい。あとはもう、とにかく参加してください。よろしくお願いします。はーい。 いやーこれ、初発表ですよ。すごいですね。ありがとうございました。じゃあ次の方、準備をお願いします。はーって言ってますよ。しかもね、ちょっとね、途中でトラブルがあったのを巻き直して間に合わせてるっていうですね、これは行動的に、いや、練習をたくさんしてるんですよ。準備できたら、声かけてください。 画面落てそうです。大丈夫そうですよ。あきたな。じゃあ、いいですかね。ご紹介しますね。はい。えー、次のスピーカーで、えトークはですね、これ、えー、ララベルから始めるテスト駆動開発。えー、塚原さん、お願いします。はい。ララベルから始めるテスト駆動開発、始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。私、ペチパーリキー3年の塚原と申します。 仕事ではですね、ララベルケーキ PH、C、ワードプレスなどを利用しております。まあ、本日のトークの概要なんですが、テスト書く習慣ゼロの状態からですね、まあ、テスト駆動開発始めたってお話になります。まあ、5分間の LT なのでテストコードとかちょっと細かいところは割愛させていただいております。まあ、そもそもですね、なんでテスト駆動開発始めたのかって話なんですけども、まあ、ある案件の話から始まるんですね。書いてある通り失敗談なのでぜひ笑って聞いてやってください。 まあ、クライアントとですね、イベント管理システムを一緒に作ってですね、チケット申し込みとか、当日来場受け付けができるシステムになっています。まあ、クライアントとですね、一緒に運用していくんですが、まあ、数々の苦難がですね、襲いかかってくるわけです。まあ、クライアントので,ですね、無茶な機能追加をですね、やってあげるとですね、まあ、既存機能が浮かなくなってしまったりですね。まあ、機能を増やすたびにですね、どん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 テストケースが膨れ上がっていくんですね。まあ、リリースの前にですね、ピークだと400件以上のテストをですね、手動でやるっていう苦行がありました。 で、極めつけがこれですね。ある日、クライアントから電話かかってくるんですね。なんだか申し込んだデータ消えたみたいなんですけど、って、これってどういうことですかって、どういうことなんですかねみたいな。<laughs> いやー、こっちが聞きたいよねみたいな。いや、ペチパー歴んの中で一番冷や汗かきましたね。まあ、何が起きていたかと言いますと、まあ、1時間以内にですね、チケット申し込みしていただければ大丈夫なんですけど、1時間以上経過してしまうと、タイムアウトっていうことで、まあ、申し込みをもう1回し直してもらうっていう仕様になっていました。 ただですね、今回はですね、1時間以上経過しているのに、お客さんの画面ではあたかもですね、チケット申し込みできているように振る舞うんですが、裏側で失敗しているというですね、とんでもないバグがあったんですね。いや、散々謝りましたね。結構謝るスキル上がったんじゃないかなってぐらい謝ったんですけど。まあ、こういう苦い経験があって、まあ、ちょっとテスト書こうかなって話になります。まあ、テスト駆動開発するとですね、まあ、テスト書く習慣作れますし、まあ、機能追加のためにですね、テストコードを動かして、影響範囲はある程度把握できるようになります。 まあ、テストを書くんで綺麗なコードを書こうという心がけが働くので、まあ、こういうところを期待してテスト駆動開発を始めていきました0、まあ、から始めるので少しでもプラスになれば12になるっていうことで、まあ、やってみようかってところで始めていきます、まあ、いきなりがっつり始めちゃうと大変なので、まあ、社内案件のちっちゃいところからですね始めていきます でタイトルがですねララベルから始まるテスト駆動開発って言っておきながらですねララベルの話はですね多分この辺しかしてなくてですねちょっと申し訳程度にタイトル回収だけちょっとしておきます、まあ、事前の下調べでテスト用のヘルパーメソッドが便利だっていうところと、まあ、勢いのあるフレームワークなので公式ドキュメントもそうですし、まあ、検索するとですね参考になりそうな記事がたくさん上がってくるので、まあ、そういう意味でララベルにしようかって話になりました、まあ、社内システムは簡単な概要なんですが スプレッドシートにですね、個人の売上貢献度がまとまっているので、ログインしているユーザーのデータだけ引っこ抜いて、その人に見せてくれるっていうシステムになっています。まあ、例えばですね、この Google 認証画面のところですね、テストコードに落とし込んでいくと、まあ、こんな感じに、まあ、ここはまあ大したことないんですけど、これを繰り返していくとですね、意外とテスト駆動解説できそうだなっていう、まあ、参考になるサイトもたくさんありましたし、まあ、テスト前提でコードも書いているので、テストコードは割と書きやすいなっていうところですね。 でですね、ビギナー LT に申し込んだ大会ではですね、これをどんどん落とし込んでいこうかなと思ったんですけど、これってあんま面白くないんじゃないかなって疑問に思っちゃうんですね。こうバトルの予感をですね、こう煽っておきながらですね、いや、このまま終わってしまうとですね、なんとなく、なんか打ち切り漫画っぽくないかなって思っちゃうんですね。あ全然話は変わるんですけど、自分の中で打ち切り漫画っつったら圧倒的にシャーマンキングですね。皆さん何連想しますかねこの辺世代が出ますかね ま、話は戻して、というか、もはやテスト駆動開発じゃないんですけど、まあ、因縁のイベントシステムをちょっとテスト入れてきました。まあ、チケット申し込んだ後の予約状態を確認するっていう処理がですね、ちょっとバグの温床になっていて、案の定ファットコントローラーになっていました。ここをリファクタリングして、まあ、泥臭くテストコードを落とし込んでいきました。まあ、そうですね、なんか、問題のタイムアウトのところはですね、ちょっと前提条件が複雑で、どうテストに落とし込んでいいかわかんなかったので、ちょっと e い,いテストである程度カバーしました。 まあ、タイムアウトのですね、テストはですね、いついテストで再現できたので、まあ、だいぶ楽になったなってところですね。まあ、他にも400件あったテストもある程度自動化できたので、すごい楽になったところで、まあ、会社のみんなからですね、まあ、非エンジニアもテスト取り組めになりましたし、まあ、新機能、新理ハードルがだいぶ下がったと評価いただきました。まあ、障害対応で強くなるですね、サイヤ人みたいなエンジニアよりかはですね、こう、褒められてちゃんと伸びるエンジニアでいたいですね。まあ、時間がやばいんで、そろそろ打ち切りにしていきましょう。 まあ、テストゼロっていうところでは、やっぱやってみる価値はあるなっていう実感があります。あと、苦戦したですね、こうチケットがも消えてしまうようなです、ね、屈強があるとですね、なんかモチベーションになりますね <10! S 1>、まあ。小さく始めていくっていうところがですね、いいのかなって思いました。まあさすがにゼロのところはないと思うんですけど、よかったらテストやってないところは始めてみるのはいかがでしょうか。1! 1> ご整理はいありがとうございました。いや、ぴったりでしたね。よかったですね。 あの、皆さんは気がつかないと思うんですけど、すごいんですよ。なぜかというと、僕が見たやつと、もうなんかね、半分以上違うやつになってるんですよ。<laughs> すごい多分直したなと思います。ね。準備を、お願いします。いやー、やっぱりですよ。あのね、変化がわかるってね、すごい面白いんですよ。皆さんの最初の班を見ていて、こう見てると、一番目のね、クラスも結構変わってるんですよ、実は。なるほど、落ちをそどこに持ってきたか、みたいな。 いけるはい、じゃあご紹介しますね。えー、っと次のトークは、えー、明日からフロントエンドもよろしくと言われた時に備えるアトミックデザインでのフロントエンド設計、えー、秋葉さん、お願いし,します、はい。よろしくお願いします。<laughs> えっとタイトルでのあの内容通り、あの PSP の話一切出てきませんので、はい、ご了承ください。すみません。 で、あのー、自己紹介なんですけれども、あのー、僕の自己紹介は名前が秋葉で、あの、クリーチャーで、対戦相手はカード1枚してるので、皆さんとりあえず対戦相手はカード1枚して,てくださいで。戦闘力が、あのー、攻撃1で防御が2です。あのー、こっち側は適当に読んでください。はい。<laughs> で、あのー、前置きなんですけど、なんか SPA で作りたいみたいな、よく言われると思うんですよ。で、なんか複雑化するフロントに対して、なんか、 バックとフロント層を分業することすごい最近増えたなと思うんですけど、あなんかそんなに凄よく、まあ人は両方できる人とかフロントの専門の人が都合よくいるわけじゃないんですよ。それで何が起こるかっていうと、あの明日からフロントもやってって言われるわけですよ。ピッチパーはまあなんかいろいろやらされてるんで、まあこういうことに結構なりがちかなと思うんですけど、 なんか最、現代のフロントエンドって、いわゆるなんかコンポーネント思考での開発がなんか一般的かなと思すここでいうコンポーネント思考って GUI での部品を作るっていうことですね。で、あの、コンポーネント設計ってやったことある人だと、まあ、結構むずいんですよね。なんか分け方とかよくわかんねえみたいな、流動とか役割とか、でも揃えてないと、すげえカオスな状態になるんですね。で、 あの、ここで、アトミックデザインっていうのを、とりあえず名前だけでも覚えてもらって、ちょっと芸人みたいなんですけど、名前だけでも覚えてもらって、今日帰っていただければなと思います。よろしくお願いします。で、アトミックデザインなんですけど、あの、1個。あの、ブラッドフロストって考えた、ブラッドフロストっていう方が考えた、まあ、あの、デザインの設計方法論で、ビジュアル的なデザインじゃなくて、まあ、設計っていう意味合いが強いです。で、 アトミックって、あの、原子って意味です。皆さん、あの、これ、中学の時とかやったと思うんですけど、あの、水平リベイってやったと思うんですけど、あの、これが、あの、いわゆる水素と水、あの、酸素が合体して水になるみたいな図なんですけど、あの、アトム、原子と、えー、原子が結合して分子になって、分子はさらに結合して、より複雑な生物を形成するっていうことをベースに、この考えをベースに UI システムを構築するっていうのがアトミックデザインです。 で、あの、5階層からなっていて、で、まず、まあ、アトムスっていうのがあって、モラキルスっていうのがあって、オーガ,オーガニズムっていうのがあって、テンプレートページっていうのがあるんですけど、まあ、一個一個ちょっと説明していくと、アトムスっていうのが一番、あの、いわゆる構成する最初部品で、まあ、あの、基本的な HTML 要素とか入ってます。ラベルとか、フォームとかボタンとかですね。で、モラキルスっていうのが、アトムを組み合わせて作ります。で、複数アトムを持ってるのが、えー、っと、モラキルスで、フォームとか、 えー、テーブルとか、ユ力フォームとかテーブルとかを、えー、作ります。で、さらにその上がオーガニズムっていうので、アトムスとかモラキュレスとかを組み合わせて UI としての、まあ、ヘッダーとかのセクションを形成します。で、次テンプレートなんですけど、えー、っと、これはレイアウトを形成します。いわゆるワイヤーフレームみたいな感じで、あの、ページのコンテンツの構造を定義します。で、ページは、あの、コンテンツに対して実際どんなものが入るのかっていうのを定義します。 で、このアトミックデザインっていうのは、いわゆる、あの、レイヤードシステムみたいに、レイヤードアーキテクチャーみたいに、あの、上位層から階層に対して、まあ、依存の方向性っていうのが、まあ、大にしましょうっていうことを言われていて、で、あの、これ重要なのが、まあ、分割基準、実際、あの、限定を見ると、まあ、微妙にしか書かれてないんで、あの、何をどの層に分類するかは、あなたが、えー、決める必要があるっていうので、ここは覚えてください。で、 個人的にやってみて利点なんですけど、チーム内でこういうことを、まあアーキテクチャをあの共有するっていう、まあ共有概念があるとすごいやりやすい。で、まあ再利用性の高いコンポーネントはよく言われていることなんですけど、で、改造構造でコンポーネントの整理ができるっていうのはすごい良かったです。で、コンポーネントの責務を分けることができるのもとっても良かったです。で、一番最大のやってみて利点はこれで、 あの、レイヤードアーキテクチャー的な考え、さっき言った依存単方向性という考え、レイヤードアーキテクチャー的な考えと、コンポーネントの責任分離、いわゆる定義責任の原則に則っ,った、あの、コンポーネントの責任分離がすごいしやすくて、開発と保守がめちゃくちゃやりやすかったです。えー、テストも適用しやすかったので、個人的にはやってて、あの、本当に何もわからない状態で僕がやっていて、あの、アトミックデザインに合わなかったら、あのプロジェクトは本当に死んでたなって思います。で、あの、最後まとめなんですけど、 えーっと、アトミックデザインいいぞっていう。まあ、あとりあえずちょっと覚えてくださいっていう感じで。あと、まあ、ま、言う、ここで大事なのは UI を、パーツの集合体であるという意識を持って開発するとすごい良いです。で、まあ、あ厳格な設計原則じゃないんで、詳細はチームで作っていくのが、まあ、大切です、ゆるふわなんで、これは。で、明日からじゃあフロントもやってって言われたときに、<10! S 1> これはチャンスなので、こういうチャンスが来たときに、なんか別分野のところを知っておくといいので、ということで今日紹介させてもらいます。<3! S 1> 以上です。ありがとうございます。2> 2! はい。ありがとうございます。ギリでしたね。あの、練習をしたときにですね、10分ぐらいかかるようなトークを彼はしていてですね、<laughs> まあ、あの、解決方法いろいろあるんです、あ、すみません、準備お願いします。<laughs> 解決方法はいろいろあるんですけど、えグ、ー、具を減らし、早口にすることで解決するようですね。はい。いやね、トーク、スライド作るとね、やっぱね、具がね、多いんですよね。 減らさないといけないですけど、なかなか減らすのが辛くてね。一回作るとね。はい。いけますかね。緊張のほどはどうですか <laughs> <laughs> はい。はい、じゃあ、ご紹介します。はい。えー、ララベルで家電を操作してみよう。えー、なずなさん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。ララベルで家電を操作してみようっていう話をさせていただきます。なずなです。 えー、突然ですが、冬ってエアコンの電気代結構高くないですかで、冷房だったらつけっぱなしの方が安いんですけど、暖房だったらこまめにつけたり消したりした方が結構安くなります。でも、いちいちオンとオフに繰り返すのめんどくさいですよねっていうことで自動化しちゃいましょうっていう話です。で、エアコンって皆さんどうやって操作されてるかっていうと、大半の方は赤外線のリモコンで操作をされてることが多いかと思うんですけれども、赤外線リモコンって、まあボタンを押してピッて言うまでの間に、ええー 赤外線のオンとオフ、いわば1と0を非常に細かく切り替えて、えー、家電を制御するコマンドを送っていますと。 で、カメラで撮影するとこんな感じでピカピカ光ってますと。で、操作ごとにパターンが決まっていて、まあオンとオフでもそのコマンドが違いますと。つまり操作ごとの赤外線コマンドを0と1で記録して再現すればまあ操作できそうだなということで、PHP で0と1を使ってコマンドを記録するためにはどうすればいいかって言ったら配列を使うことになるんですが、こんな感じのものが取れますと。<laughs> まあいちいちこんなんこうやってらんないですよねっていうことで、赤外線コマンドは まあ、エアコンは特に長い上にメーカーごとにフォーマットが結構違うので、手動で調べて登録するのは結構めんどくさいですと。で、どのメーカーのやつでもよコマンドを読み込んで再現したいなってなったら、学習リモコンを作ることになります。で、流れとしてはコマンドを読み込んで、それを DB とかに突っ込んで映像化して、必要な時にそれを取り出して創出するという。 流れになりますで。どうやって操るかって言ったら、受光モジュールっていうのがあって、こいつでその0と1の赤外線のコマンドを読み取ることができます。で、それを LED に。 の操作に使って、まあ、それで赤外線を再現できると。で、こんな感じで並べるとオブナイズっていうのを使ってやっていきます。で、オブナイズって何かっていうと、JavaScript やソケット通信で API を叩いて操作できる開発ボードで、いいところは Wi-Fi 接続できるっていうのと、オブナイズ ID っていうのを指定するだけで、IP アドレスとかネットワークとか意識接続も使えるっていうところです。あと、 こいつ本体にプログラムを書き込む必要がなくて JavaScript とかソケットで操作することができるというところでこんな感じで使ってるんですけど LED とか最悪爆発するんであんまりこんな自家しして使うことはやめた方がいいかと思います。で JavaScript やソケット通信でってことなんで、じゃあソケット通信ができるんだったら PHP でも操作できるよねっていうことで、まずは JavaScript のコードをサンプルにして WebSocket、えー、で実装していきます。で、JavaScript だったらライブラリを読み込んで Obnize ID っていうのを渡してあげてで、IR センサーっていうので赤外線コマンドを読み取って、 で、インフラレット LED っていうので赤外線コマンドを配列で送りますと。で、こいつらパーツライブラリっていうやつなんですけど、こいつらを使えばすごい簡単にさっきみたいに短いコードで作ることができます。なんですけど、WebSocket だとそんな便利なものは存在しないので、じゃあどうすればいいかって言ったらコードを読みましょうっていうことでライブラリの中身を読んでいきます。 で、こいつを読んでいくと、ロジックアナライザーっていうものを使ってるっぽいなっていうのが分かって、で、パーツライブラリっていうのはコアな機能で構成されているので、ソケットでも頑張れば実装できます。頑張れば。で、こんな感じでパラメータを読み取ってって、まあ、配列にぶっこんで、それを JSON として、JSON にしてオブナイズに渡してあげるということで実装していきます。 で、あとは赤外線が届く位置にオブナイズを設置して試していきましょうっていうことで、天井に置いたら速攻で猫に破壊されたので、置く場所はちょっとよく考えた方がいいかなと思います。 で、画面上でコマンドを登録受付して、実際にコマン、赤外線のコマンドを当てて、それで登録が完了します。で、実際に動かしてみたのがこちらなんですけど、まあ、手元でボタンを押したら、それでエアコンがつきましたと。猫が見てますけど。<laughs> はい。<laughs> っていう感じで、コマあとは、これをコマンドの実行を曜日だとか時間だとかっていうところでスケジューリングしていけば、無事自動化に成功します。うちだと今、30分つけて90分止めるっていう運用を土日はやってます。 で、まとめとしては、オブナイズで何かするんだったら JavaScript の方が絶対楽なのであ、あんまりソケット使わない方がいいかなとは思います。でも、どうしても WebSocket でやるんだったらコードリーディングが必要なので、そちらの方は覚悟していただきたいなと思います。ただ、先ほどのライブラリー最小化されてないので結構読みやすいです。なので、 やるとしても、まあ、そこまで大変じゃないかなとは思います。で、最後に PH、PHP でも、えっと、IoT っていうのを先ほどのように簡単にやることができるので、あの、大半の方はやったことない方が多いと思うんですけど、ぜひやってみてくださいっていうところで発表は以上になります。ちょっと早すぎましたかね。<laughs> はい、終わり。お疲れ様です。<laughs> いいんです。あの、時間の中で終わるのが一番偉いんですよ。はい。ありがとうございました。